オシー・レナルディは、オーストリア生まれのバイオリン奏者。本名は、オスカル・レース。ウィーンにて生まれる。5歳の頃からバイオリンを学び、ニューヨークにいたテオドール・パシュカスの訓導を受けた。1933年に、ウィーンのコメディショーの出し物として、初舞台を踏み、オシー・レナルディの芸名を得た。翌年には、現在の芸名に改め、ヨーロッパ各地で演奏して、 バイオリニストとしての名声を確立した。1937年にはナチスの台頭を嫌ってアメリカに移住し、1939年にはニューヨークのカーネギーホールでアメリカデビューを飾った。1941年から1947年までアメリカ軍のための異文演奏をし、翌年にはアメリカ陸軍に所属して1943年に、 市民権を取得した。1947年からは、一般のコンサート活動に戻り、ニコール・パガニーニの24のカプリース全曲を、フェルディナンド・ダビットのピアノ伴奏版ではあるものの、ルッチエ・ロリッチに先駆けて録音した。ラスクルーセスから、コロラド州モンテビスタに向かう途上、トレス・ピエドラスで、交通事故死。ヘンリー・ロス、バイオリン・ビル・トゥ・オーゾズ、フロム、 パガニーニツーザ21ショートトンセンチュリーカリフォルニアクラシックスブックス P269 ISBN 978から18億4383万8357ハット ARKIVMUSIC.com ありがとうございます